こんにちは。特定非営利活動法人福井教育支援サークルの吉田です。今日は1年生の繰り上がりのある足し算の指導法についてお話をします。7+5のように10を超えて、答えが10を超える場合、通常さくらんぼ計算というのをします。さくらんぼというのは5を3と2に分解します。まあ、この分けた形がさくらんぼに似ているのでさくらんぼと言うんですけれども、これも私たち教師の工夫によって生まれた指導法だと聞いています。通常こういう形にして 7+3 は10、10と2で12というふうに指導するんですけれども、もう一つステップ入れることで、計算の苦手なお子さんも大変よく分かるようになります。それは 7+3 で10、ここに10と書いておきます。 7+3 は10という10を通常の子どもたち頭に置いたまま残りの2っていうふうにいけるんですけども、なかなか1年生のこの段階でそれが難しいお子さんもいます。それで一旦ここに書き留めておいて、10+2は12、中にはここに足すを入れた方がいい子もいます。これはクラスの実態だとかそのお子さんの実態に応じてやっていただければいいんですけども、もう一ステップ入れることで、かなりつまずっ子が減ってきます。同じように今度は引き算、10を超えた数から引き算をする場合です。こちらはこちらをさくらんぼ計算にします。12を10と2に分けます。10-5は5、5と2で7。通常このように、まあ教科書なんかもこのように指導するんですけども、ここもやはり同じで、ここに1回もう1ステップ入れていきます。10-5は5、5と2で7、この1ステップを入れることで、計算が確実になってきます。それから唱えさせることもとても大事です。いろんな唱えさせ方あるんですけども、まあ私なんかは 7+5 はさくらんぼ、5を3と2に分ける、 7+3 は10、10と2で12とこのように唱えさせています。もう一度言ってみましょう。 7+5 はさくらんぼ、5を3と2に分ける、 7+3 は10、 10+2 は12とこのようになります。じゃあ引き算いってみましょう。12-5はさくらんぼ、12を10と2に分ける、10-5は5、5+2は7、答え7とこのようにやります。書かせるだけじゃなくて唱えさせることによって、定着度がさらに増します。